は鶏とパクチーのお惣菜を作ってみたいと思います。まず塩コショウ軽く、天秤の印のこれが一番美味しい気がしてます。レモン汁、おつゆを入れて、これで煮詰まったら完成です。できました。ジエーン、ちょっとじゃあ試食したいと思います。本当に本当にうまい。
味がすごく迫力があるので、あの今出来たても美味しいですけど、お弁当とか私は作り置きでよく作るんですけど、作っておくと特別なものというか、もう使ってないし、すごく健康にもいいと思います。成功じゃあ成功したので1曲吹きます。